セガファロはセガから1974年に発売されたメダルゲームである。筐体は電光ルーレット部分とプレイヤーがベッドを行う部分に分かれている。同時に5人までがプレイすることが可能である。電光ルーレットは36分割されていて、その分割されたスペースには2.46.810.30のいずれかの数字が書かれている。数値が大きいほど、 ルーレット上に書かれている個数は少ない。また、例は存在しない。プレイヤーは筐体に内蔵された8トラックテープの英語による音声案内の間にルーレットに出る目を予測し、その目の数字ごとに設けられた投入口にメダルを入れベットする。音声案内終了後、ベルが1回鳴り電光ルーレットが回り出す。止まったところの数字にかけていたプレイヤーが勝者になり、 ベッしたメダル1枚につき、当たった目の数字と同じ枚数のメダルを獲得することができる。なお、プレイヤーがいようといまいと繰り返しゲームが進行する。メダルの払い出し機は、現代のようなホッパーではなく、縦に配置された筒型のパイプと電磁石を組み合わせた旧式のメダル払い出し機であり、勝ちが続くと容易にメダル切れを生じ、メモリーもないことから不払いが発生する。 そのためか、デメの32はメダルは2枚しかかけられない。デモクの決定は電子的なものではなく、筐体盤面と同じ配列で、基板上に36個のピンが円形に配置されており、円の中央にモーターが設置され、モーターの軸にはプロペラ状の板に金属ブラシがついており、モーターの回転により金属ブラシがピンをなぞるように回転していく。電磁石の力で、 プロペラの回転を強制的にストップし、ピンと金属ブラシの位置でデメが決定する。有接点リレーを用いたシイケンス構造のため、コンセントのプラグを抜き差しする方法で攻略法が存在した。攻略の方法は次の通り、ルーレットが回り始めたら、コンセントを抜き、そして差す。すると、ルーレットの回転がストップしデメが現れる。しかし、 音声案内は続行したままでゲームは進行している。デメが現れた時に、例えばデメが銃であれば、銃にメダルをベットする。本来ならば、ゲーム進行中にメダルをベットすることはできないが、コンセントを抜き差しした場合は、ベット可能になる。音声案内のゲーム終了ブザーが鳴り、ゲームが終了するが、デメは銃で確定するので、銃の払い出しが行われる。この方法を用いれば、 常に勝ち続けることが可能だった。ゲームルールとしては、マネーホイールと類似している。盤面の衣装が類似する、コナミ書のピカデリーサーカスの発売は1975年で、セガファロよりも後発である。ファロジャックという名前で、電光ルーレットではなく数字の書かれた円盤が回転するようになり、またプログレッシブジャックポットを導入することで、 一攫千金が狙えるようになった続編が出ている。アミューズメント産業1976年1月号 P68。ありがとうございます。